今年も残すところあと45日になりました。悩みです。悩みではありません。だんだんこういうスタイルになってきましたね。一日中セリフのことを考えて、まあでもだいぶ覚えたんですよ。でもさ、覚えるだけじゃダメなんですよね。ピアノと一緒ですね。その昔私はラフマニノフが好きで、ラフマを弾けるまでは続けるって決めて、でも一応やってたんですよ。二十何年ぐらいもやってたけど、まあ、あんまり、あ、でも違うところで生かされてるけどね。踊りにはすごく生かされていて、歌とかもね、昔は絶対音感があったし、まあ、音はわかりますよ、聞けば。で、その時にさ、先生、まあ、厳しかったんだけど、すげえ怒られたのが、まあ、ある日完璧にしてたんですよ、で、弾けるようになって、鐘を弾いたのね、浅田真央ちゃんが踊ってたやつなんだけど、で鐘がすごい好き弾いたんだけど、あれってなんかもうなんて言うんだろうな、もうラフマニノフって指が伸びる病気だったからすごいんだよ、和音がもうなんか何が正しくて何が間違ってるか分かんない感じも、正しく弾けてもなんて言うのかな、すげえ悪い言い方するとラリッタ音みたいになってるから、これは正しいのかみたいな感じなんですけど、でもまあ弾けるようになって行ってドヤって感じで弾いたらすごい怒られてっていうか、なんかこう静かに言われて、あなたには失望したみたいなこと言われたんですよ。で何かっていうと、弾けりゃいいってもんじゃねえんだよみたいな、あなたは今それを弾いて全部音を間違えずに弾いた、それなりに感情を乗せた、そんなんでいいと思ってるのかみたいな。ラフマニノフはロシアだからね、ロシアから亡命してるんですけど、あの冷たい地で抑圧された環境でこの曲を作って、しかも鐘っていうテーマはロシアでは人が死ぬと鐘が鳴るんですよね。13個だったかな、なんかだんだんじゃ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 んガガガガガガって鐘が鳴るんですけど、そういうことを、そういう背景を感じずに弾いてるのは屍と一緒だみたいなこと言われて、だからこうマグロ女みたいなになっちゃったんだなって思って、その時すげえ反省して、どうやってって感情を乗せるっていうか、憑依させるっていうか、どうやったらこうなんていうのかな、入れるんだろうみたいな。今それと全く同じことを考えてて、私はそのノラっていうノラちゃんの役をやるんですけど、まあ、あれはほぼもう私自身だけれども、でもノラと私は違うんですよ、やっぱり。ノラちゃんってなんだこれ、なんかできてるわ、思われニキビじゃん、誰か私のこと好きだな。ノラちゃんってこう、ノラちゃんもラリってるんですけど、でもじゃあノラちゃんが自分でセリフ書いたんだけどね、こんな言い方するかなとか、私の言い方だとこうやって言っちゃうけど、一字一句を表現したときにノラちゃんはこういう言い方をするかなとか、こういうことを言うかなとか、なんかそういう世界になってきちゃった、いい光だと、そういう世界になってきちゃって、でもそういうことを考えるのが多分役者さんだし、それこそバトルシーンだって、私ちょっとネタバレだけどコルトパイソンっていう銃を持って踊るんですけど、でもノラちゃんは別に銃はプロじゃないわけじゃん、へっぴり腰ながらも
ぶっ殺してやるっていう、それこそあの進撃の巨人のさ、なんだっけ、獲物を殺すのは道具でも技術でもない、研ぎ澄まされたお前自身の殺意だじゃないですか。殺意ですよ。愛と一緒の殺意っていうか、本気で愛しまくってしまった先のどうにもならない憎しみみたいなのをやっぱり表現しなきゃいけなくて、それプラスまあこうちょっとネタバレだけどね、パンドラの箱開けちゃって世界がめちゃくちゃだからやべえっていうアドレナリンマックスのどうしようどうしようってテンパってる状態とかも全部プラスされてるから、なんかそういったことをこうやらなきゃいけないよね、落とし込むっていうかさ、なんかそれをずっと考えてます。まあ年は大体33ぐらいだから、私と同じだから、あでもさ年でどうのこうのとかじゃないけど、やっぱり20代のキャピキャピとは違うんだよね。傷ついて酸いも甘いもそれなりに知ってるっていうか、だからこそこう時和さんみたいな何もかも自分よりも知ってるような男性に頼るっていうか、だからノラちゃんは正直時和さんにしかいろんなことが言えないんですよ。やっぱり言えないの。結構痩せ我慢するタイプだから、ノラちゃん負けず嫌いだからね、カッコつけちゃうし。だけど私やらかしちゃったんでね、ハハハっていうことによってその傷を自分なりに癒して、それでもわけわかんないんだけど生きていくっていうところにたどり着くっていうのがこの話。まあ何にも解決しないんですよこの話は、言ってしまえば。だけどじゃあ解決しないなら解決しないなりにどうしようかなっていうところなんですよね。ということを唐突に語るっていう、やっぱなんかショーが近くなると自分の話とかを言いたくなりますね、その作ったものに関して。まあ、昨日ちょっとねとある方とお話をメールでだけどねしたんだけど、なんていうのかな、やっぱり失った悲しみっていうのを私は今一番感じているので、でもそこでやっぱりじゃあ表現者じゃないですか。私やっぱりその師匠にね、死んじゃった彼に言われてたのが、お前は芸術家なんだよ、お前は天才でちゃんと才能があってお前美しくて、だからこそお前は芸術家だっていうのをちゃんと理解するんですよって言われてたんですね。まあ、それは理解してるつもりだったけどやっぱり分かってなかったなって思うところもあるし、それ言われた時に、だからこそこう、なんだろう、作り続けることで息をする、作り続けることで生きていく、生き切って生き抜いていくっていうことをもっともっとこれから先、まあ、いろいろさあるけどさ、でも作ってる時ってさ、例えば体のこととか忘れてるじゃん、病気のこととかだし、なんか私はまだやっぱり生きろって言われてるなって思います。いろんな考えがあるけど、なんか彼は死んじゃったけど、まあ、寂しいよ、ぽっかり空いてるけど、ことがでもね、なんかいろんな手段を使って彼は南行きなさいって言って
てると思うんだよね、うん、だから私にはさ支えてくれる人がいっぱいいて本当にありがたいなと思っていて、たくさんの人と会ったりお酒飲んだり話したり、それこそレッスン、ダンスのレッスンは本当に救われていて、今みんなが踊る姿を見て、本当になんかね単純なんだけど素敵だなって思って、踊るっていいなって、歌とかもそうだし、やっぱり芸術は素晴らしいですよ。私は芸術があれば大変だけど多分生きられる、だから命を全うしようと思ってますっていうことを尊すみ方、皆さんはどうですか？どういう人生を送ってますか？なんだっけな、なんかのセリフであったんだよな、あなたはあなたと関係していますかだっけ、なんか映画だったな、あなたはあなたと関係してますかっていうセリフがあって、とってもいいセリフだなって思います。まあそんな感じで寒くなってきたからそろそろ帰ります。じゃあ。